市民球場です。阪神タイガース対中日ドラゴンズ、この一戦をお送りいたします。タイガースの先発はルーキーの西、対するドラゴンズの先発は左の小笠原、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。右の西、マウンドに上がります。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは根尾。次が4球目、投げました、打ちました、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。ツーアウトランナー1塁という場面で井上。第9、投げました、見送ってストライク。第2球、投げました、打った、強い当たり、入れば先制だ、伸びた、センター見送った、ホームラン、先制、ツーランホームラン、スタンドへ突き刺さった、ストレートを完璧に捉えました。チームメートが迎えます。タイガース、ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で高松、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。打った、左中間へ持っていきましたが、取って、これで3アウトチェンジ。西、踏ん張ってランナー2人残塁。3回の表が終わって2対0です。タイガースリードで迎える3回です。ツーアウトランナー1塁という場面で井上、見送ってストライク。第2球、きた、いった、一直線場外ホームラン、井上、これで2打席連続のホームラン。サークルチェンジを完璧に捉えました。素晴らしい一発をベンチも祝福。タイガースリードで迎える5回です。今日2打席連続でホームランを放っている井上、投げました、打ちました、初球打ち、ライト前に出る、ヒット。井上、いいバッティング。タイガース、ダメ押しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で井上、今日は3安打猛打賞。第2球、投げた、打った、これは強烈、さらに伸びていく、センター見上げた、ホームラン、ツーランホームラン。井上、なんとこれが今日3本目、ストレートを狙い打ち。さあ、チームメイトからも祝福を受けます。ドラゴンズ、何としても得点を挙げたい9回です。バッターは石橋、スタンド、打った、初球打ち、抜けた、石橋、ナイスバッティングです。バッターは9番武田、第3球を投げた、これは引っ掛けた、小畑取りました、ゲームセット。タイガース見事勝利を収めました。さあ、本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。